血は資源、天下の頂点を目指すぞ。芝氏、あざなは資源。芝居の長男で芝生の兄である。彼ら兄弟が世に登場した頃、義は危機を迎えていた。義弟宗妃の死を受け、五色が同時に攻めてきたのである。芝氏は父や弟と共に迎撃準備を整えていた。諸君が攻めてきたというのに随分と気楽そうだな。父上も兄上もいるんだから、俺がやることなんて残ってないですって。けど諸君の奴らも頑張りますよね。あんな断崖絶壁を通って攻めてくるなんて。食感を起こした劉備は自らを官室の正当な後継と主張し、帝を合した。葬儀を滅ぼすことは奴らの国是だ。宗妃殿もまた新たな時代のため五色を滅ぼすと思い定めておられた。お互い戦は避けて通れぬ道なのだ。宗妃殿ねえ、まだお若かったのにどうして言うの。ああ、あまりに早すぎる。ゆえに我ら義軍は今宗妃殿の急逝で激しく動揺している。対して諸君はこの機を待ち続けていたはずだ。士気も高く、そこに諸葛亮の希望が加われば一気に洛陽まで抜かれる可能性もある。当然呉も連動して攻めてくるんでしょうね。そうなると慶州からも兵を避けないか。めんどくさいことになりそうだ。ぼやいている暇はないぞ諸。私たちもすぐに出陣せねば。
ご入り用で。またお待ちしてます。へい、いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。工房将軍が南安で窮地に陥っている。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われた。落ち着け。お前たちがうろたえたところで何も始ま…諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。撃って出る。要所を抑え、戦を有利に導くのだ。この人形、あなたの剣によるものですね。さすが今の勝負。諸君、打倒か。私をバカにしているのか。必殺で惑わそうとしてもそうはいかぬ。嬉しそうにしとけよ。
芝居殿、職軍を追撃しなくてもよろしいのですか。諸葛亮はあの芝居、よくぞ職の。父上、今回の神秘殿、この五条原で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。守りを固めておくぞ。さすがはギル、ここまで攻め込んできましたか。ですがここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。せわせぬぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。ですな。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。ここは一度引きましょう。この一度は私にとって最後。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。芝居殿、諸葛
父上。ちまた。しばし殿、聞きましたぞ。魏軍の指揮官となられたとか。私は常日頃、しばし殿こそ葬儀の柱となる方だと。頼もしいな諸葛丹。そのようなことはありませぬ。しばし殿の才覚。しばしょう殿ですか。兄君がこうして大役を任された。高尊園は敵は城平城にあり、速やかに高尊園を撃ち乱を鎮めるのだ。敵の兵を待つのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。我が縁が、我が城が、芝居士族め、おのれ！城兵は落ちた。我らの勝利よ。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。芝居殿。私にかかれば諸君など敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。守りは我らが受けまとう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。魏軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。よし、我らは艦中の援護に向かう。調子に乗るなよ。
対にはならんぞ。俺がいながら敵に艦中を。なんて情けねえ。狙いは外さぬ。艦中は取った。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。なんとか艦中まで進軍できた。しばし殿らが兵皆よく集まってくれた。速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の曹操を討つのだ。間にこれは葬儀に対する反撃。許してはならぬ。芝居一族め、我らに取って代わるつもりだったとは。我が主君に落ちよ。我らが立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。後派が職人、はい、曹操を撃った。宮城に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。芝居殿、王領殿、今は同勢力で争っている時ではない。世を乱す逆賊、王領を討つ。後で何て言われるか。
敵の援軍が来たなら仕方ない。やられる前に一気に城を攻め落とす。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。国家を思うがままに操る芝一族を討つ。わしは断固として戦うぞ。足場を崩し、戦意を損。わしの力ではここらが限界か。だが貴様らに不満を持つ者はこの先も。乱は制した。しかしこの勝利、身を削っただけの虚しきもの。父上、はっ、この一族は軽視を免れられぬ。だがせめて我が妻の命だけは。兄上は双方殿を廃し、双方殿を擁立した。状況を報告してくれ。はっ、五軍は皆盛況で。孫権が死に弱っていると思っていたが、か、我が軍は五により分断され、合肥新城までの道全力で切り開くぞ。多くの味方がチリチリになっちまった。かき集めて撤退しないとな。これで五軍は調子に乗って追撃してくるでしょう。紹介殿、今はそこではある。
やはり五軍は勢いに乗り、この合肥神社防衛体制を再構築しました。諸葛丹、味方を援護して合肥神城に戦力を集めろ。状況だけどひっくり返してやろうぜ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。皆の活躍に期待しているぞ。いざ、かの地に向かって進め。投降で勝利し、勢いは今我らにある。この機にしばしを討ち取るのだ。太刀に乗じる敵の勢いは侮れぬ。我が天命が試されている。貨幣と侮りすぎて。ここで負けるわけにはいかんのだ。兵器を出せ。高台より魏軍を打ち崩すのだ。必死だな。熱っぽいとは思っていたが、これは…まさか、この兵力差で敗れようとは。これが義軍の底力か。皆、よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦、忘れはせぬ。我らは参道口より進行する。城内の義軍を総統戦。合肥神城は守り通した。喜ぶのはそこですか。おめでたい人ですね。今や義はしばし殿なしでは立ち行きませんが、うん、ようやく報告があります。京尉率いる職軍が北上を開始したい。呉に勝利したばかりだというのに今度は職ですよ。しばし殿、呉に続き職軍も撃退すれば。味方将兵の士気は天を。ここで職を破り天下の趨勢を決める。諸、はい。しばし殿、この進行を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。上昇の悲願、必ずや今度こそ北伐を成功させるのだ。デヌ、傭兵館へ増援が送られている模様。敵の層は厚く、総鎮様が苦戦しています。厄介だな。何か止める手段はないか。もう一つお知らせがあります。
女子様が味方を攻撃しているとの方が。待て、女子はそんな奴じゃない。それは敵の偽物だ。手を打たねえとまずいぞ。につけ、来たる戦闘に備えるのだ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。私は上司だ。食感の願いを追っている。お前たちの前に屈するわけにはいかない。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。まだだ。陣の世をなすため、私は倒れるわけには。修練を積み、再戦を期す。我らの勝利など、あなたの怪我を考慮すればなきに等しい。なぜその身を危険にさらされたのです。期待にそぐわずすまんな。しばし殿、そのようなことは決して。戦場に身を置けば傷つくことも当然ある。あまり騒ぎ立てるな。それより、しばしは負傷しながらも鉄狼山の戦いに勝利した。諸軍を見事撃退した魏軍陣営だが、喜びに湧くことはなかった。しばしの負傷はそれほど大きな痛手だったのである。彼は療養のため一時表舞台から消えた。
その間、芝将ら芝氏の側近たちが必死に国を支える。だが予想した時よりも早く芝氏は戻ってきた。彼にはどうしても弟たちに言わねばならぬことがあった。兄上、もう起き上がっても大事ない。愚問でした。それお似合いですよ。翔、聞け。我らはもはや後戻りできぬ。跋扈するボングの排除は義弟の周囲をこそぐだけでは不可能。来たる世の頂く天は我らが築き上げし者となるだろう。だが翔よ、帝位とはすなわち天命。どのように心砕こうと命捧げようと我が手に落ちぬ時もある。兄上、翔、お前の持てる全てを私にくれ。天下を、芝一族が滑る様を共に実現しようではないか。そういうことなら喜んでお助けしますよ。なあ二人とも。お前がこうも頼もしく見えるとはな。このような傷を負ったのも無駄ではなかったらしい。行くぞ、我らの頂点を目指して。